ようございます。おはようございます。あ、そうですね、この辺ねちょっとベンチがないんですよ。ベンチだとね、一回東口出てもらって、うん、そうなの、広いねコンコースのところだったらベンチあるから、うん、気をつけて。はい、汚ねえな、ゴミが多いな。そうだな、これぐらいは本当にゴミが多いね。おはようございます。おはようございます。ゴミめっちゃ多いっすよ、この辺。多分昨日なんかお祭りあったんじゃないですか。だからそれめっちゃ散らかってますわ。ちょっとここで溢れるかもしれないです。あ、そんなやんないで大丈夫です。お願いします。あ、おはようございます。おはようございます。今日交代のたくあんです。お願いします。引き継ぎとかって何かあります？うん、ああそうっすね、トイレの匂いっすよね。あれどうしようもなくないっすかね。もう無理っすよね、トイレ全部変えるしかなくないっすよ。マジで臭いっすよ。なんでまたちょっとお客さん来たらやってきます。はい、わかりました。お願いします。あとは特にないですか？はい、あ、了解です。よろしくお願いします。じゃあお先失礼します。明けでなんかやったりするんですか？あ、今日勉強会ですか。うわー、めんどいですね。明日ありますね、僕は。はい。お願いします。またなんかわかんなくなったら聞くかもしれないんで、よろしくお願いします。うい交代でーす。マジでお前。なんか変なミスあったらお前マジ怒るからな、俺。ミスあったら本当にすぐ電話して呼び出すからな、お前。頼むぞ。はい。引き継ぎあるなんか。うん。ないよな。別にないよ。あったらまた LINE して。うん。うん。はいよ。今日どっか行くの？あ、勉強会の後。ああ、勝野とね。ああ、いいじゃん。映画か。一緒に行こうと思ったんだけどね、熱出ちゃって行けなかったんだよ。そう。うん。また行こうぜ。うん。じゃあまた、後でよろしく。はいよ。あれ？もうなんか、時計変えた？おー、いいの買ってんじゃん。こういうふうにして。うわっ！あ、お客さん。おはようございます。今日隣の改札でやります。たくあんです。お願いします。お願いします。あ、よろしくお願いします、やじさん。はい。ちょっとまた今日わかんなかったら聞くかもしれないんで、よろしくお願いします。はい。ちょっと前回は申し訳なかったです。はい。よろしくお願いします。あ、おはようございます。柳田さん、おはようございます。本日は改札の方で、はい、乗り換えの部分でやらさせていただきます。お願いします。はい。柳田さん、また交代の時、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくな。あ、お前この間挨拶しなかっただろ、俺に。ったく、しっかりしろよ、お前。頼むぞ、お前。ああ、次やったらお前、許さないからな、ほんとに。はい、よろしく。はい、おはよう。はい、おはようね。あ、そう、こないだね、ありがとうね、はい。はい、ミカちゃん、おはよう、よろしくね、うん。あ、お菓子、そこ、俺の食べちゃっていいからな、はいよ、よろしくね、はい。お前、今日泊まり？マジで、絶対なんか怒るじゃん。マジでやめてほしいんだけど、お前とかぶると毎回なんかあるよな、前回。いつにもできなかったよな。マジでびっくりしたわ。うん。いや、大雨の時でしょ。マジで勘弁してほしかった。休憩室でな、ずっとこもりしてたもん。もうマジで今日は頼むよ。本当に。頼むよ。頼まれても困るけどな。うん。よろしくね。はい。大丈夫かな？また夕方頃に連絡します。OK。しまっとこう。ちょっとおはようございます。僕っすか、これ過不足。なんでこんななってるんですか？うわー、明日じゃあ明けで調べます。帰れないじゃないですか、もう僕。はい、すいません。しっかり調べておきます。うわ、多分これでもヒップですか？払い戻しできてなかったかな。うわ、だるマジか。すいません。はい、何ですか？クレーム入ってました？誰ですか？シャチのトレーニング、あ、マジっすか、あの人か。いや、わけわかんないんですよ。水族館のクレーム、駅に寄ってくるんですよ。だからわかんないでも返したんですよ。そしたらクレーム言ってきたんですけど、むちゃくちゃじゃないですか、そんなの。どうしたらいいって言うんですか。いや、じゃあちょっともう無理っすよ。頼みますよ。はい。ちょっと今井さん、ちょっとそこは対応しといてもらえます。申し訳ないですけど、ちょっと僕、どうしようもないですよ。あの人もう言ってもわかんないんで、はい。イワシのトルネードもどうとか言ってたんですよ。ほんと勘弁してほしいっすよ。はい。ちょっと一回電話しときます。はい。お願いします。何ですか？クレーム？誰からっすか？知らんな、そんなやつ。ガキが、あのガキが、うるせえから怒ってやったわ、あのガキ。帰らせた。金も払わねえ。バカやれば、ほんとに。こんなもんだ。クレームなんてもう、言ってくんじゃねえな、その野郎。あと電話してやるわ、俺が。ほんとに。どうしようもねえな、その野郎。あげすぎえ。はい。お客様からの、お土産ですか？どういうことですか？はい。こないだ急病人の方ですか？ありがとうございます。僕にですか？ちょっとたまたま対応しただけなんですけどね。ありがとうございます。お土産ってこと、これですか？すいません。また後で休憩室に置いときますので、皆さんで食べるようにしときます。はい。嬉しいですね、でも。はい。手紙まで、くださって。ありがとうございます。大切に保管しておきます。はい。ありがとうございます。時刻よし。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はよろしくお願いします。これ落とし物ですか？いや、マジっすか？なんでたこ焼き器が忘れてあるんですか？どこでたこ焼きやったんですかね？一緒にやってたんですかね、どこかで。それでも買って忘れちゃったんですかね。いや、でもこれ、めっちゃ油ギトギトですから使ってありますよね。やばいっすね。いや、捨ててった可能性ありますよ、でもこれ。はい、忘れ物というか。マジこれやばいですね。後でタコパします？ちょっと汚いですけどね。これはやばいですね、このカバン。こんなでかいの忘れます？普通。めっちゃ中入ってるじゃないですか。うわ、なんか濡れてないですか？怖っ。ちょっと怖いっすね。いや、嫌ですよ、嫌ですよ。なんで匂い嗅ぐんですか？嫌ですよ。お疲れ様です。マジか。刈谷駅でこんなこと起こったのか。これ絶対今日当てられるな。マジこれメモしといた方がいいですね。この間僕言えなくて、駅長に呼び出されて怒られたんですよ。ちゃんと勉強しとけって。いや、ちょっと2回目はもうやばいんで、はい。これは書いておきます。怖いなぁ。オッケー。これ誰ですか？うちの駅っすよね、これ。誰ですか？後藤さんですか？後藤さんが？マジっすか。オッケーです。おはようございます。うわぁ。お客さんと揉めてるよな、あれ。喧嘩してんじゃん。失礼しました。39404142 うわ負けた。くそ、もう行かないと。おはようございます。うわぁ。今日僕体操の当番じゃないですか。うわぁ、ちょっと覚えとこう。おはようございます。うわぁ、マジか。一冊か、俺。何言おうかな、今日。うわ、なんも考えてないな。緊張する。おはようございます。うわぁ。村品にチェック僕ですか。初めてやります。どうやってやったらいいですかね。先輩教えてください。はい。緊張します。だって今日バラさんとかいますよね。うわー、ちょっと怖いですね。頑張ります。はい。教えてください。お願いします。お願いします。うわ、めっちゃ西口混んでんじゃないですか。ちょっと僕朝礼の前までちょっと応援行ってきますよ。はい、大丈夫ですよ。はい、行ってきます。おはよう。